ざっとこんなもんですわ。さて、俺の軍略どこまで通用するかね。戦場なる全ての者の不要、総身の力で我に挑むがよい。人間たち、ついに総引結界を解除しなければ、ゼウスの真意を聞くことができない。全ての闘技場の主を倒せば結界は破れるはずです。参りましょう。総引からの情報によれば、最初の闘技場は知恵の力で開くらしい。俺の腕輪に宿るフェルス、知恵者の神だ。俺から行こう。闘技場に入るには商人どもたちの力が必要。何としても彼らを守らねば。わしの元へ来るには結界が邪魔をしている。そして結界を破る、それなりの段取りが必要。力のみでは突破できないのだ。やってみましょう。ここまでたどり着けるか。私たちが結界を破ろうとしてるのに、ゼウスって神様まだまだ余裕みたい。そうね、何か考えがあるのかも。状況を油断しないでね。ヘルメスの力を使うものだ。開門せよ。すごいです、本当に開きました。宗師さんがくれた情報はこのことだったんですね。知恵の力を引き出した人間か。いい、私に挑むがいい。無双の武を示す。やってみましょう。はあ、あれ、それで合ってる。父上、そろそろ教えてください。あなたの真意は。それはまだ言えんな。もうしばらくお前の手を借りることにはなるだろう。父上、アレス、気になっていたのだ。なぜお前はそこまで人間との交流を避ける。我ら神だ。人間よりはるかに高位の存在。奴らと親しくせえなど、とんでもない。人間と話すのはなかなか楽しいな。
あなたこそ天下無双の強者です。いや、水鏡で見ていた通り英傑じゃ。それに何といっても美女が多い。撤退するほかない。闘技場の主を撃った。それでいい。すごい、水鳴様、やったね。この調子で参りましょう。次は確か美の腕はでしたか。聞いたので、私ごときが美を語るなんて恥ずかしい。これぞ無双ですが、やるしかありませんよね。そうきてもらえれば、あの闘技場の鍵は光り、そしてこの腕輪には光明神のアポロンの力が宿るそうだ。ならば、はあ、私が行けば開くはず。いざ。これにより。見事な手際だった。そう言って、そう闘技場を制した。マグロではないかもしれない。わしのもとへ来てくれた方が盛り上がるかい。雪村殿のどんな逆境にもくじけぬ心、私ももっと見習わない。私も趙雲殿の壮実から学ばせてもらっています。我々が共にあればどこまでも強くなれそうですね。ああ、これからも切磋琢磨していこう。このような会話前にもした気がするな。この闘技場は制しました。受け取れ。ナオトラ様、さすがです。私も頑張らなきゃ。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。奴らは順調に進んでいるようだ。エン、我が君の前任をきちんと理解できたようですね。父がうまく察してくれた。天下無双の術技、お見事です。私も頑張らなきゃ。我らにて無双の武を示す。やってみましょう。
双の武を示せ。やってみましょう。私が食い止めます。感謝する。怪物使いはそう遠くにはいないはず。そちらは私が見つけ倒そう。奴らの攻撃をかいくぐってくるとは。怪物を操っているのはお前か。覚悟。敵はいませんね。いや、雪村殿が怪物を止めてくれたおかげだ。さすがは日の本うちの強者なり。すごく頼もしいです。槍を使うあの二人の若者、いい連携だ。わしの配下に欲しいが、我らにて無双の武を示せ。やってみましょう。貴様こそ天下無双の武者だ。我が名は超シール、光明神アポロンの力を借りる者。なぜ闘技場を突破する術が分かった？父上の元へは行かせぬぞ。その武を示せ。やってみましょう。受け取れ。破れた。だが俺がいるこの闘技場は決して破れ。そもそもポセイドンの力を持つのは奴。人間どもは俺に挑むことすらできない。残る闘技場は一つ。その鍵は海。私の腕輪はオーディの仲間のものだから違う。一体誰が開けられるのだ。私だ。そうひとあなたが。いや、そもそもなぜ今寝返るよ。この時まで奴らに従う必要が。警戒をされてしまっては面倒だ。やってみましょう。
私の腕輪には海の神ポセイドンの力が宿っている。さあアレス、貴様に挑ませてもらうぞ。神を裏切れとは愚かな。理解できん。来い、戦いの神たる俺が完膚なきまでに叩きのめしてやる。人間どもに結界の情報を渡したのも貴様か。許さんぞ総妃。総妃殿が危ない。協力してアレスを倒さねば。天下無双の術技、お見事です。私も頑張らなきゃ。我らにて無双の武を示せ。やってみましょう。貴様にとって人間など神に従うだけの存在、人の王などというザレ事を本気で信じること。今まであなた方についていたのは内側から揺さぶるためにすぎません。もう早く私に倒されてよ。の真意を確かめる。さあ人間たちよ、お前たちの力をわしに見せてくれ。お前こそ真の三国の僧、主神ゼウス。それでこそ挑むに値する。どこかの一番偉い神様ですよね。私もう早く私に倒されてよ。全く動じていないな。やってみましょう。私たちの寝返りは想定内で。いや、がっかりしたぞ。何せ美女が敵に回ってしまったからな。神にそう言われて悪い気はしませんね。我が君以外に興味はありませんけど。父上、私もお力添えいたします。人間どもめ、屈辱を晴らしてくれるわ。戦争、あなたは何の目的でこの世界を作ったのですか。前にも言ったはずだ。力ずくで果たせてます。その余裕、自信の現れか。全身全霊の部で挑まねば。これがアレンジ。
これ以上の醜態は晒せぬ。引かせてもらおう。さすがです。あなたならばと思っておりました。魔王を倒した英雄たちよ。お前たちの戦いをオリンポスから覗いていてな、一度戦ってみたくなったのよ。そのためにこんなことを。いや、すまなかったな。ふざけんな。貴様など神々の王にふさわしくない。何を。子は父を殺しようとな。この男もそうして今の地位を手に入れたのだ。今度は俺の番だ。よく決断してくれたな、アレス。やはりお前こそ我々と共に世を滑るべき存在。許すものか。あなた。私はオーディン。アースガルズを滑、そしてこれから全ての世を滑る存在だ。総主官が天を掴む様。私がた盛り上がって。ざっとこんなもんです。